伏見るチューブ。はい、というわけでね、2回目の食べ企画ですね。まあちょっと小声で夜なんでやっていきます。今日はセブンイレブンで買ってきました。はい、こんな感じです。カレーうどんですね。はい、セブンイレブンのカレーうどん、ご飯も一応ね、あとソーセージとキュウリ、ピリ辛キュウリ、そうですね、まあ贅沢というか、まあそんな豪華ではないけど美味しそうです。食べていきましょう。はい、では、はい、いただきます。まあね、毎度のことながら野菜からキュウリからピリ辛キュウリからいただきます。うん、このあピリ辛うまい。この音、この需要があるか分からない動画ですけど、どうなんですかね。前回続いて2回目ですけど、まあ自粛中ということで、まあ普段やらないことをやっていこうという感じです。あ、うまいな。たまにキュウリって食べたくなる。キュウリってほとんど水分ですよね。栄養どうなのかな。うん、まあでも野菜は繊維がね入っているので、うん、まずは最初に食べる。あのね、昔はねまんべんなく食べる派だったんですよ。いろんなものつまむ。うん、やつ途中が美味しいじゃないですかという感じだったんですけど、なんかテレビで、あのテレビ未だにブラウン管ですけど、結構アナログ派なんで、いやテレビでちょっと前から、まあ言っても3年ぐらい前だけど、渡部篤郎が出てた食に関するやつで、こういう繊維とか食順番があると食べるものには炭水化物後にした方がね、いいと。まあ太る太らないの問題、太りやすい体質なんで、うん、あと血糖値がね緩やかに上げた方が、まあそのインシュリンとか分泌されないから、うん、体にいいっていう話で、うん、急激に上がったら急激に落ちて、まだお腹が減るらしい。あ、辛い。今日カレーやし、ピリ辛やし、辛いもんばっかりね。ソーセージ、これは普通のソーセージなんで辛くないはず。あー、うまい。4本あるんで、1本はカレーにぶっ込もう。うん、いいね。アレンジをね聞かせながら、うんうんうん、なんだろう、カメラと喋って YouTube と喋ってっていうよりは、なんかちょっと解説風の感じの、解説しながら喋ってみたいな、食レポ、うん、食レポっていうふうにあれあれやけど、セブンイレブンも最近っていうか、やっぱうまいっすよね。ファミマかセブンイレブンか、うちの近くは。うん。100均の、元100均。今ファミマ系、ローソン、100均ローソン。買収されましたけどね、だいぶ前に。もうあります。ああ、ソーセージ前。うん。キュウリ食べた。じゃあね、カレーのメインディッシュです。まあそんな外そんな出てないんで、腹減、まあ普通にむちゃくちゃ腹減ってるわけじゃないんですけど、
カレーうどんとか、カレーはやっぱたまに食べたくなるのよね。まあ外れないし。はい、この石尾不思議あかりっていうキャラでやってるんですけど、これもうちょっとキャラクター際立たせた方がいいのかな。これ日常じゃないですか、普通の今見る見る人おるんかな。もっとキャラね、あった方が見やすい。それか見やすいのか、あれか飽きられるパターンか、キャラが濃すぎて、まあこのメガネだけでも結構キャラあるけど、結構会話は普通でしょ。だからもうちょっとどうしようかな、方向性迷って、まあ、旅動画とかは普通にそれで見れると思うんですけど、この日常系、うん、あ、うまい。ああ、これ、まあ、後でご飯ここにぶっ込むんで、スープだけ飲みたい気も。スープものが好きなんで、必ずスープ、汁物はいりますね。これも汁物の一種だから。うん。いやね、いろいろね、まあ、小さい悩みありますね。でも自粛になって意外と、まあ、趣味の時間も増えて、毎日忙しいじゃないですか、今までは。仕事とかやること。なので、追われてるまでいかないけど、そんな感じだったのが。今、時間がすごいあって、うん。なんか充実してますね。家から出てなくても、趣味結構、多趣味なんで。着ることないですね。今まで時間が、まあ、絞ってた時間がないか絞ってたんですけど、あまりしょうもない趣味に時間取られてもっていうので、まあ、しょうもないっていうか自分にとってはしょうもなくないけど、なんか要は需要があるのかっていう問題ですね。音楽とかも好きなんですけど、聞くのも、まあ、演奏とかもちょっと、まあ、たまに上げてますけど、よかったら見てください。まあ大した腕じゃないじゃないですか。だからまあ、普段は控えてるっていうか、まあ、うん、まあ、うん、なんていうか別に控えようと思って控えてるわけでもないけど、自然とそうなって、やっぱね、能力がいいものとか才能、まあ、あとは需要あるか、そういうものを結局、長い目で見たら絞られて、自然淘汰じゃないけど、自分の中でも、いやー YouTube 結構見るんですけど、うん、まあ好きな YouTuber もいるんですけど、うん、毎回好きなのはプロタン笑った失礼かいいっすよね、あの平和な感じで筋肉乳首やろう平和な感じで、まあ食べ日常食べる系も多いし、まあしょうもない時期もあるんやけど、なんかたまり見たくなるんですよね。うん。なんか微妙にキャラ入れてるけど平和な普段の感じもあって、あの路線ね、でもわーって結構キャラで弾けたりもするんで、あれはやっぱ強いし、見習えないか無理か、うん、とかいう感じがありますね。あと見るのは結構毎日見てるのはあのヒカルチャンネル、ヒカル、まあなんというか好き嫌いは分かるやろうけど好きですね。まあ一時はちょっとなんかいわゆる詐欺師っぽいなっていう感じもあったけど、もう一個食べようか。なんか今かなりねバズってるというか、やっぱ面白いですよね。もう YouTube に欠けてる感じが、やっぱ YouTube とかでもやっぱある程度っていうか欠けてやらないと面白いもん。あんだけ登録者ね300万とか
400万近くですか。そう、でもあのいわゆる表の番長たちいるじゃないですか、というよりはちょっと裏番みたいなポジションの、まあテレビで言ったら深夜番組じゃないけどの面白さみたいなのがあって、プロタにしてもヒカルにしても、あとはたまに見るのがっていうかラファエル、うん、自衛隊上がりのバカにしてるわけじゃない、いやすごいなと、あのなんていう案件仮面って言われたり、すごい能力ですよね。いやめっちゃ面白くて、特にあのバンされる前の動画とかかなり言ってたじゃないですか。一番好きでしたね、一時は、その頃は。うん、毎日見てたな。でも最近なんかあのジャンクいなくなってからジャンクあのポンコツキャラでよかったけどね、なんかやっぱそういうのが好きなのかな。新しいマネージャーイーさんいい感じなんですけど、あとは良くて、なんかネタはやっぱもうドッキリばっかりになってきて、最初は見てたけど、まあ絵か人の批評は、うん、まあ今でも見ますね普通に、その面白い深夜番組的な、まあ、レペゼントがねガーンっていってる感じは、ちょっと自分には無理ですね、あれはすごい。YouTube 話になってるけど、女性のやつはあんまり見ないですね。一昔前はほんまもっと種類も少なくて、画面の中であんま見れなかったんですけど、この 2,3 年そういう今言ったようななんか深夜番組的な面白さっていうか、変わった人たちの面白さ、身近だし毎日配信だしいつでも見れるしっていうスマホの特性、うん、あとちょっとこれライスぶち込みたいから、うん、あれやな、ちょっとラファエルの気持ち分からない、仮面やから曇ったりこうなんか蒸すんでしょうね、あれ結構みんな苦労してね、あの光にしてもこうツートンこうやって維持する体張ってますよ、まあプロターにしてもこう筋肉、まあ、あれは趣味か趣味って分かる、生きがいライフワークどうなんだろうな、これ自分のやつ。最近見て面白かったの言わん方がいいか、予備校生の女の子の、予備校っていうか浪人生か、もう今もう受かっ、もう4月になって受かったのかもしれないけど、あまり、まあ、ちょこちょこし見てなかったんですけど、浪人生時代の暗い笑えない笑わない動画みたいな、これ新しいなと思いましたね。すごい、さらけ出す勇気。それに動画撮るのって結構大変、まあどうなのかな、スマホやったら気軽に撮れるのかもしれないけど、結構大変じゃないですか。でもそうやってコツコツね、勉強と一緒に、まあ自分のためって言ってましたけど、まあ自分も浪人してたんで、おお、そういう時代かっていう、なんかそれは結構画期的でしたね、このつい数日前に見たんだけど、浪人生顔は暗いんですよ、でもそれがなんかこう応援したくなるっていうか、うんっていう感じで、新しいなと思って面白かったな。でも特殊な立場を生かした YouTube か、うん、ご飯入れますね、もっと全部入れよう、残るとあれやから。あー、これスプーンいるな、カレーにしました。スプ
うん、いるな。スプーン取ってくる。製品の思想ではないかもしれないけど、ミニマルな小さい部屋で東京生活みたいな。まあそれでも十分にね充実はしてますが、合成ではないですね。うん、あ、これうまい。カレーうどん食べた後にご飯入れてカレーライスにして食べるカレー最高。これはみんな共感してもらえるんじゃないか、日本人ならね。いやーこれ最高ですね、カレー。まあ見た目はちょっとあれだけど、まあ英語の、あと英語のチャンネルとかもねたまに見るけど、まあ英語の勉強になるし、カレーうまっ。あとはちょっと話戻りますけど、プロタンの最近同棲、丸の内レーナ、OL レーナさんとなんか同棲して、なんかハムカップチャムネみたいな、まあたまにしてて見るんですけど、まあ いわゆるイチャイチャ系の若いカップチャンネルはまあ見ないけど、そういうバンユンとかちょっとコメディチックなエンターテインメント性がすごいですよね。バンユンにしても、うん、そういうのも面白いな。まあね、コラボしたいですね、なんか誰か。まだしたことないんで、まあ登録者数によるのかな。まあ、関係ないっちゃ関係ないか。まあどうかな。結構ね癖があるんで、自分の性格、考えかな、価値観が固いのかな。自分の考えが結構あるんで、あんま言わん方がいいか。誰もコラボしてくれへんよ。でも癖があってもコラボしてる人はいるからな。そこは柔らかく。あとは登録者数関係あるのかな。まあ、カップじゃなくても、まあ、ドッキリとかも見てるのは好きなんですけど、なんか、まあ、どうかな、ベタやしな。まあでもこういう食べるのベタやから、まあ、YouTube ってまあそういうベタなとこが人気なんでしょうけど、なんか作るとなると、そういうの嫌だなっていうこだわりが出ちゃいますね。そういうのも動物とかね、猫とかここにいたらもうみんな癒されるから、それでいいっちゃいいんやろうけど、綺麗な女の人とか可愛い女の人とかどうかな。コラボよければ上から目線。あと最近、あ、女性 YouTuber 言った天チーム、エミリンチャンネル、エミリン、あのヒカルとあのコラボしてる人たちはたまに見ますね。面白いですね、まあ、みんな20代もな、大体。まあコロナも含めてどうなるのやら、まあ、世界が2020年代になって変わっていく感じありますよね。あ、美味しかった。まあ、というわけで、よければチャンネル登録、グッドボタン押してください。励みになります。またこれ食べる企画やるかどうかわかんないけど、まあもしかしたらやるかもしれないです。ではでは、ありがとうございます。おっさです。このままこのまま僕らは